を体温めといた方がいいんですか？あれ、そうですね、その例えば北海道を入れて温めるとか根っこを回するとか、ああいう感じで外から温めるというよりはやっぱりこう中から温めるっていうのが一番大事なんですよね。もう体の中を温めるっていうところで、私がちょっとおすすめしてるのはやっぱ左右とかですよね。左右が一番手っ取り早いし、ただ飲むだけで結構温まるしっていうところで、温かいお湯っていうことですよね。そうですね、温かいお湯入ってないお茶じゃなくて、そうですそうです、いい お湯です左右ね。そうなんですよね。でも今結構こう味覚が麻痺してる、多いですね、甘いものそういう方多いですよね。なので左右も結構指標になるというか、左右が結構美味しくなるんですよ。そういう風に感じてこれたら、あ、味覚が正常になったんだなっていう感じで、あ、体質が変わってきたんだなっていう、まあ、ある意味サインにはなるんですけどね。そうですね、何が中なくても体温めるには左右をおすすめしてる。うん、左右をおすすめしてますね。左右飲むと結構便秘解消した人もいたりですね。あったかい、分かりました。左右とか、あとは逆にこう冷たい体を冷やすような、例えばまあコーヒーとか、あとはまあビールとか、あとはそうですね、冷たいジュースとか、まあ、ジュース類、甘いものとかですね、そういうのをちょっと控えてもらうのもすごい体を温めることにはすごいつながってきますね。甘いものも体を冷やすんですね、じゃあ。そうですね、やっぱ冷やしますよね。はい、わかりました。ありがとうございます。